疲れ様です。お疲れ様です。ゆうたです。今日ちょっとあの開店前の準備、はい、撮らせてもらうってことで、はい、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。いつも早く着いちゃうので23時半にはお店にはいます。出勤時とかはどんな気持ちとかどんなテンションとかありますか？どんなテンション、はい、まあ、だいたいこことか眠いなとかでプラプラ歩いてるんですけど、もうお店の扉での前でよし行くぞ気持ち切り替えてから出勤してます。今日この時間の出勤ってことですけど、はい、普段は昼と夜と出勤どんな割合とかありますか？まあ、夜の方が多いですけど、はい、月に1回か2回かは、まあ、夕方ぐらいからいますね。ちなみに、はい、昼の時間と夜の時間でお客さんの違いというか。そうですね、昼に…あ、車が…車は危ない。車は一時停止。昼の時間と夜の時間でお客さんの違いというか、はい、あったりしますか？そうですね、僕普段夜入るんですけど、まあ、たまに昼間も入ってて、昼の印象…なんか前の日から飲んでて、で12時から青開いたよっていうので飲みに来るちょっと狂ったお客さんがいるなっていうのはありますね。ただまあお客さん自体の数が少ないので、まあ一人一人の店子とゆっくりお話できるいい機会だと思うので、ぜひ昼も来てください。普段あのプライベートで飲み行くこととかあるんですか？二丁目に限らず。二丁目に限らず、はい、うーん、僕学生なんで平日はもう毎日学校があるので飲みは出ないんですけど、まあ、土曜日の出勤の日は唯一お酒が飲める日なので、もう土曜の出勤の日を楽しみに平日の学校頑張ってます。はい、到着しました。青は3階となっております。それでは出勤していきたいと思います。出勤の時につけてる。はい、これからあの準備されるってことですけど、はい、具体的にどんなことをやるとかちょっと挙げてもらうことできますか？そうですね、だいたいお客様に出すお通しのお菓子のセットを作るのとか、あとは全体的に掃除をするのと、足らないドリンクとかの発注をかけたり、あとはいつも青でお出ししているカレーを作ったりです。ちなみにこのお菓子誰チョイスなんですか？誰チョイス、なんか気づいたらあるんですよね。ここにじゃじゃーん、ストックはいっぱいあるのでいっぱい食べてください。お気に入りありますか？お気に入りこれです。あ
方がキャベツ太郎美味しいですいっぱいあるんで食べて飲んで。あ、でも何これ、ね、なんかうわぁ、使えそう。絶対にいらない。ほらドラえもんで寝通しだもんね。絶対に使えない。アドバンスゲームでは使えるんじゃない。電池で食べ、ニセコ同士でどれだけ相手のことを知ってる丸罰ゲームみたいな。自分で問題考えてきて、年齢、身長、血液型、出身地みたいな。冷水でやってほしいです。絶対やだ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。一応準備のシーンいろいろ撮らせてもらったんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後に何個か聞かせてもらいたいんですけど、はい、今日準備シーン撮らせてもらったってことで、はい、まあ、準備中とかこれからお客さん来るなんていうことで、はい、どんな気持ちで準備してたりとか。どんな気持ちで、そうですね、まあ、今日一日どんなお客さん来るのかなっていうのを楽しみにしながら準備してます。どんなお客さんが好きですか？どんなお客さんが好き？めっちゃ大きい船だったら大丈夫。ちょっとほろ酔いぐらいのお客さんが話しやすくて好きです。お客さん来てもらって楽しんでもらうと思うんですけど、いつも、はい、まあ、どんな気持ちで帰ってもらいたいとかありますか？どんな気持ちで、そうですね、大体僕が出勤するのが土曜日の深夜なんで、平日の疲れを癒して帰ってもらえればいいなと思ってます。今働いてる中で、はい、まあ、一番のやりがい、一番のやりがい、そうですね、まあ、僕にシャンパン入れてもらった時とかはすごい嬉しいし、働いててよかったなっていうふうに思いますね。一番好きなお酒は？一番好きなお酒は、まあ、シャンパンなんですけど、まあ、カフェドパリの、まあ、2種類あって、そのマスカットの方がほぼジュースなんですよ。でめっちゃ美味しいんですよ。で今2種類あるんですけど、カフェドパリのアイスの方があって、それはすごいシャンパンっぽい味がする方なんで、そっちもまた別で美味しいので、ぜひ青にも置いてあるので、飲んだことない方はぜひ飲んでみてください。一番好きなお酒シャンパンということですけど、はい、まあ、メニューの中で実はこれとかも結構おすすめなんだよなみたいなのありますか？実はこれはありますね。実はうちテキーラが1800なんで、そうちょっとあるんですけど、うちテキーラが1800なんで美味しいんですよ。ぜひ皆さんテキーラショットで頼んでみてください。実は出勤時の撮影の時に言い忘れたんですけど、お昼の時間帯は、まあ、カレーも置いてますし、コーヒーも飲めるので、まあ、カフェ感覚で来ていただいてもいいと思います。今回いろいろ撮らせてもらったんですけど、はい、まあ、実際どうでした？実際そうですね、普段見せないところなんでこんな感じで良かったのかなっていうのがありますね。旅行、まあ、普段はみんなでキャッキャしながら営業したり動画撮ったりしてるんですけど、まあ、こういう感じの動画もいいなって思っていただけたら、ぜひ高評価とかしていただけたら、こういう動画も増えていくと思うので、よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と SNS のフォローなどよろしくお願いします。じゃあねー。それだけなんですか？動物園とかじゃない？